楽しくやるしか考えてないのでそれだけです。各チームの試合も接戦が多くて、会場の盛り上がりも最高でした。あと一番はやっぱ協力してくれる方が、キッズダンサー含め笑顔で大会を過ごしてくれたことが僕にとってはすごく励みになりましたし、今後レーベとしてもこのような大会を、あとはビーチサッカー界としても、このようにいろんな人が楽しんでもらえる、イベントを数多くこれからもやっていけるように頑張りたいと思いました。これからも協力よろしくお願いします。大変だったことは、このイベントの企画の段階から、チームの選手たちをやってきたんですけど、みんな本業というか仕事を抱えながらリーチサッカーやってるので、イベントの打ち合わせだったりそういうところになかなか時間を割けなくて、スピード感がなかなか出なくて、少し苦労しました。開催していただけて本当に嬉しく思いましたし、本当にたくさんの人に、ビーチサッカーの魅力を届けられたんじゃないかなというふうに思ってます。ビーチサッカー界の先駆けとなるような大会になったかなというふうに思うんで、本当にいい大会だったなというふうに感じてます。国内でもカップ戦がこの時期に開かれるというのがなかなかなくて、本当にこの、オフシーズンに入る前にこうして強豪揃いの大会に参加できる、そして男女ミックスというところで、なかなかこれまで日本国内でも、こういった大会はなかったので、ビーチサッカーを広められる、一つの大会だなと思って、参加させていただきました。僕もいろんな大会に参加してはいるんですけど、こういう大会はもう、ないと思うので、ぜひ、これからも継続して、なかなか難しいとは思うんですけども、継続していけたらいいなと思うのと、やっぱりこうラモスさんという大きな柱がある部分で、この女子チームと一緒に今回、なかなか僕も女子チームと、こうね、なんていうのかな、絡みがないのですごくこう新鮮だったし楽しかったし、女子の選手を見るということはなかなかないので、そういう部分ではすごく楽しく過ごさせた2日間でした。そうですね、Bサッカーは見てもらったらすごく、楽しめると思うし、魅力が本当たくさんいっぱいあるスポーツだと思うので、これから、まだまだマイナースポーツなんで、知らない人にこう少しでも伝えれるように、この大会もそうですけど、選手、僕一選手ですけど、少しでもビーチサッカーが広まるように頑張っていきたいなっていうのもありますし、ワールドカップを優勝することによってその知名度も少し上がると思うので、そこもしっかり目指しながら、これからやっていきたいなと思ってます。全国の、強豪のチームが参加してくれて、その中で、ラモスさんもチームを作っていただいて大会を盛り上げていただいて、本当にただのイベント、お祭りっていう雰囲気よりも本当に真剣勝負の、大会ができて、よかったなっていう思いです。ほっとしています。僕はまだビーチサッカー日本代表としてプレーしております。で、昨年行われたビーチサッカーワールドカップでは、準優勝輝きましたが、選手を取り巻く環境、あとはクラブを取り巻く環境っていうのはまだ変わらない部分があります。やっぱこう代表チームは結果を残すだけではなく、こういった大会を通じていろんな方にビーチサッカーを知ってもらうっていう機会を増やすことがまずは大切なのかなと思います。まだ地道な活動になりますが、僕たちビーチサッカー選手一度ビーチサッカーが日本に普及するようにこれからも頑張っていきますので、皆様の変わらぬご声援とご支援よろしくお願いします。Cause love is vulnerable, and that's the only way.